草加淳一草加淳一は日本の現代美術家。神奈川県横浜市出身。電飾スーツなど奇抜な衣装を着て美術展のオープニングパーティーや街頭へ出没するパフォーマンスで知られる。服装は外観だけでなく精神的にも影響を及ぼす。着替えることにより人は変わっていくことができると唱え、囚人服のイメージが強い白黒島模様で仕立てた。 ビジネススーツや花柄の建築土木作業服、赤い白衣など社会通念を覆すような衣を発表したり、制服は没個性を誘引する都市、アロハシャツの生地やフェイクファーで仕立てた学生服などを発表。1986年、東京芸術大学美術学部絵画家油絵、専攻卒業。1988年度、大学院美術研究科修士課程修了。 在学中、ピエロマンゾーニの影響を受け、箱作品の制作に没頭する。1994年開催の人間の条件展で、草川・衣食住をテーマとする三部作を発表。以降、衣作品を中心に制作発表をする。1995年、草川の衣作品に関心を持ったアパレルデザイナーたちと ID ブティックと称するユニットを結成。 2004年まで ID ブティックを名乗った。2011年、東日本大震災からの復興を目的として、開催されたスマートイルミネーションに横浜に全身が光るスーツを着用して参加。以降、毎年秋に開催される同イベントで、参加アーティストとして光る作品を発表している。2014年、茶道具の制作を始める。茶尺、薄木、光合、花入れ。 茶箱、命名皿、私服、スキヤ袋など種類は多岐に及ぶ。また、スマートイルミネーションに横浜では2015年以降、毎年茶会を開いている。クルーザーのキャビンやデッキで、横浜港の夜景を見ながら行う、洗浄茶会や電気自動車の過失に茶席をしつらえ、ゼロエミッションをテーマにした茶会が知られる。フィードバックシリーズ縫製の技法、材料を応用したタブロー。 実際に物がしまえるポケットがついた実用性のある作品やキャンバスを木枠ごと芯二つに切り切断した画フにファスナーを縫い付け V 字型に設置した作品などがある。電飾打ち掛けスーツ日本の伝統的な花嫁名称打ち掛けを西洋の紳士スーツに仕立て直し全身に400から500頭の発光ダイオードを取り付けたシリーズ作品。コンセプトは性 生と死時空の交差。バッテリーを内蔵したモバイル電飾衣装。ありがとうございます。